はいこんにちはこんにちは本日は吉尾心理学の吉田吉尾さんにお話を伺いたいと思います、えー、吉尾さんあの、はい、軽く自己紹介お願いいたしますはいありがとうございます吉田吉尾ですえっ、ー、と吉尾心理学をやっていますえっ、ー、とですね10年前に癌になりましてそこから自分自身の人生を考えてえっ、ー、と自分のために そして自分が、そして周りが幸せになるためにはどうしたらいいかというのを追求してい生きてきました。で、その自分の中で得た経験を心理学というところに落とし込んで、皆様の幸せの、ちょっとでもね、幸せになれるお手伝いができたらいいなと思って発信をしています。はい。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、よろししくお願いいますはい、では、早速なんですが、はい、どのような夢やビジョンをお持ちですか はいえー、と僕はですね、えーと、この夢というかあれなんですけども、何をチャレンジしてもみんなが笑って、大丈夫だよって、よくやったねって言い合える世界にしていきたいなと思っています、はい。それはですね、やっぱ今の世の中って頑張っても頑張っても評価されなかったりとか、あの幸せを感じれなかったりする環境とか、情勢とか、いろいろなことが重なって多いと思うんですが、 本来は人ってそのままの姿で愛される存在じゃないですか。ね、赤ん坊を見てもそうなんですけど、もうその場にいるだけで可愛くて愛されて、本当に愛をたくさんもらえるあの人間なんです、人なんですけども、それが感じられない世の中になってしまっているので、あなたはそのままでも頑張んなくても頑張りすぎなくてもいいんだよっていうのをお伝えしたくて、今活動しています。はい、ありがとうございますす、はい、な活動ですねでねはどんどん はいいいいいいありがととうござまますすどどんどん聞いていきた思それを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますかそうですね、えっと、まずそのやっぱ僕自身が、えっと、その活動をするにあたって、よしお心理学というものを立ち上げました。はい、で、それがなぜかというと、僕がこのさっきもお話ししたんですけども、がんなってちょうど10年経つんですが、その間に、えっと、いろんな経験をさせていただいて。 でその度にあに自分の中でこの心の動きはどういうことなんだろうとか、えっと、ここの感情はどこから来るんだろうっていうのをすごくこう考えてそしてこう学んで生きてきたんですねでこれを僕がちょっとちょうど4年前妻に出会ったんですけどもその自分の経験を妻に伝えたところ妻の人生も軽くなって軽やかに生きれるようになったっていう経験があってもしかしたら僕の経験っていうのは実は誰かの役に立てるのかもしれないと。 その場ですぐ幸せになれないかもしれないけどもしかしたら僕と出会ったことによって僕の言葉によって人生の角度が一度ずれるかもしれないと思ったんですよ。で、この一度ずれたら僕に出会ったことで一度ずれたら10年後はすごい角度で変わってるじゃないですか、今現在と。なので僕はこう人の人生を一度でも変えれる人間になりたいなと思って今、よし心理学だったりあとはインスタで活動してあのその人の心に響くようなちょっとほっとできるようなそのままの自分でも愛されるような 発信をしています。はい。ですね。ありがとうございます。その発信でも出会いましたし、ありがとうございます。えー、こちらこそ拾っていただき <laughs> ありがとうございます。嬉しいです。はい、はい、では、その目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持って、うん、どのような基本活動をしていらっしゃいますか？うんはい、そうですね。活動指針としては、僕の中ではえー、っとやっぱ本当の意味での笑顔を増やすっていうのを目標にしています。 で僕自身が、えー、とこの10年間で気づいたことは、もう僕の純粋な気持ちっていうのは、やっぱ僕自身が笑顔で囲まれて過ごしたいっていうのがあったんですね。うん。それは何かというと、僕自身がやっぱその人が大好きで、人といることが大好きなんですけども、僕一人がご機嫌でも、やっぱ周りの大切な人がご機嫌じゃなかったらダメなんだなって気づいたんです。で、えっ、ー、と、さっきもがんの経験をしたとき、ね、手術室に行くときに、 僕は本当にあの大丈夫だからと、ね、こう安心してくれよって言ってこう手術に向かうときも家族みんなだったりとか、その来てくれた友達がすごく不安そうな顔をしてたんですねで。僕はそれがすごく嫌で <laughs> すごくショックだったんです。なんで僕はこんな人を悲しませちゃったんだろうとか心配させちゃったんだろうってずっと思ってて。だから僕はなんかその自分の なんか笑顔を、自分が笑顔でいるよりも、その相手の方が本当に笑顔になれることの方が大事なんだなって、そこで気づいたんですね。な,なので、やっぱ人々を、こう、僕は笑顔にするという、えっ、ー、と、まあ、目標で、というか、方針で生きています。で、僕の中での笑顔っていうのが、えっ、ー、と、本当の笑顔っていうふうに言ってるんですけども、それは、えっ、ー、と、まあ、やりがいだったり、仕事、お金とか、あとパートナーシップ、こういうものが全てが、ね、実は、 あるんだよってていううのを気づいてもらうなんかよくね、それを手に入れるために頑張ろうってみんな言うんですけども、実はすでにもうあって、本当はもうあなたはすべて持ってるんだよっていうのを気づいてもらう、気づいた人が、絵が本当の笑顔になると思ってるので、そういう方を増やしていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。なんか、はい、まるで太陽な存在になるみたいな。そうですね、なっていきたいですね。はい。うん、ありがとうございます。はい そ,のそもそもその夢やビジョン、うん、思ったきっかけ、うん、まあ先ほど病気の話もしていただいたんですが、そこにはどのような発見や出会いがあったんですかそうですね。あのまあ、僕がやっぱさっき持ったのがその、がんの経験っていうのが一番でかいんですけども、えー、とその時にあの僕、えー、と右顎腺がんっていって、ここにまだ傷が残ってるんですけども、あの 唾液,を出る唾液が出る期間のところに使用ができて、あと5ミリ奥にずれていたらリンパの乗全身転移で亡くなっていたよっていうふうな経験をしたんですね。で、その時きにあのお医者さんに、まあ、最悪死にますから、半身不遂になります、顔面麻痺が残るかもしれませんって、いろいろ手術した後の影響っていうのが出るかもしれないよっていう言葉をずっと聞かされて、手術室に行ったんです。で、やっぱり、ね、その時は、 怖くなかったんですけども、あの手術台に乗って、さあ全身麻酔をす吸いましょうってなったに、急に怖くなったんですよね。もしかしたら、麻酔を吸って目をつぶってしまったら、一生目を覚まさないかもしれない。起きたら、右半身が動かないかもしれないとか、かすごく怖くなってしまって、麻酔が全然吸えなかったんですよね。でそんで,で、ずっと吸ってください、吸ってくださいって言われて、こう言われてる時に、 でもも吸ってるつもりなんだけど吸えなかったんですよ、うん、だからそんな経験をして、そんで,でも吸ってんのにえ、でもどうしたらいいか分かんないって時にあに、看護師さんがですねこう手を握ってくださって、そっとで、すごく笑顔で、大丈夫ですよ、安心してくださいって言ってくれたんですね。で、そこから、ああ僕あ、大丈夫なんだ、安心していいんだと思って、そこですーって吸えて、そこから記憶がなくなって、気づいた手術が終わってたって経験したんですよ。 うんはい、でそこから僕はあの1ヶ月間、えー、と根絶治療として放射線治療してたので毎日同じ時間にあの放射線に通っててで、まあ、ずっと微熱とかちょっと後遺症があったら家に閉じこもってたんですけどもその時にずっと考えてて僕の人生はこれからどうしたらばいいんだろうどうすればいいんだろうってずっと考えて生きてきたんですけどもその時に思い出したのがその看護師さんの言葉で「大丈夫ですよ」っていう言葉だったんですよね。 で僕はこの「大丈夫ですよ」ですごく安心感をもらってあ僕は大丈夫なんだって勇気をもらったんですよだから今度僕はあの大丈夫で安心した側だから今度は僕は大丈夫を伝える人になりたいと思ったんですよ、うん、で皆さんに大丈夫を伝えて僕は本当はあなたはそのままで大丈夫だから幸せだから愛されてるからっていうのを伝えていこうと思ってあの自分で起業するきっかけが行われましたはい で初めはあの、促進流っていう足で全身踏むマッサージで、一人一人の方の体の健康面から、大丈夫ですよ、頑張ってますねっていうふうにお伝えをしてたんですけども、もっともっとあのたくさんの方に伝えたいなということで、今はこうやって YouTube とか SNS で発信しながら、大丈夫だよをお伝えしていますそうするとね、本当に世界各国にね、伝わりますしねそうなんですよね。 この「大丈夫」って言葉はすごくなんかすごい言葉だなって本当に何か安心改めて感じてますね。うんうん、すごい何か吉尾さんが言うと安心感がありますね。<laughs> 本当ですか <laughs> ありがとうございます。はいはい、ありがとうございますではその、まあ、は発見や出会いがんになった、まあ、きっかけとか何があったんですかうん、うん あ,あ、そそううですね発見そうですねね発見なんかそっから僕の中でいろいろ経験してきてで実際その今ね僕の大丈夫に安心感があるっていうふうに言ってくださって、うん、で僕がじゃあそうやって本当に大丈夫だよを伝えてあのどうやったらみんなが心に響くだろうっていうふうに考えたんですよね。 まあ仕事を始めたっていう経験もしたんですけども、あのそこから、まあ,あの、なんて言うんだろう、いいとこばっかり見せて、もうしょうがないなと。世の中の,あのこう成功者たちとか、今 SN、SNS で輝いてる人たちって、めちゃめちゃいいとこばっかり見せてるじゃないですか。うんうん、だから、なんか、あいつらは特別だよねって思ってしまうじゃないですか。なのでで全部丸裸で 吉田義しというものを出して生きていこうって決めてでそこからその自分あバ罰イチで一、えーうん、回この失敗してるんです失敗というか離婚してるんですけどもかそこすらもじゃあ全部出してあの生きていこうと別に恥ずかしいことではないですし、うん、僕の過去ですし僕を作り上げた一個ですから,だからそこもちゃんと出して堂々と生きてあの 過ごしていこうということで、自分のすべてチャレンジしているものだったりとか、失敗したものも、うん、そしてあの自分の過ちを犯したこともすべてさらけ出して生きていこうって決めたんですよね。だから、YouTube でもバツイチのことを発信したりとか、であとは、ここ最近で言うと、あの高橋さんもあの僕のこの動画を見て気づいて、ね、発見してくださったんですけども、三島の市議会議員にチャレンジをして、その過程ですね。 あの政治活動から選挙活動までの過程を全部発信してあのチャレンジするっていうのをやっていきました。はい、でチャレンジしても失敗しても成功してもどっちみちあなたは大丈夫だよっていうのを僕があの皆様のこのなんての実験台として代わりとしてやっていこうと思って自分の人生を本当に実験,実験場としてやっています。はい 今本当チャレンジする人ってどんどんわ、特に若者とか少なくなってきてると思うので、すごいあの動画はすごい勇気をもらえた人が多かったんじゃないかなって。本当ですかありがとうございます。嬉しいです。<laughs> はい。今、はい、政治家になろうとする人もみんな、今、やっと SNS とか発信しらしてくるし、落選したとしてもそれはちゃんと発信するっていうの、うん、姿っていうのはすごい大事だなって思いました。うんうんうん ありがとうございます結果よりもやっ,ぱそのやっぱ応援してくださった方だったりとか、うんね、自分たちのけじめもあるんですけどもだからそこもちゃんと出した方が、まあ、潔いかなというかうん、うん、ご,ご自身で出そうって見られたんです、ね、んそうですね妻と一緒になんですけどもやっぱりあの慣れなかった、まあ、ずっと100日後に政治家になる男っていうシリーズでずっとショート動画を出していて。うん でまあ、最後は、本当はね、慣れましたっていうご報告ができればよかったんですが、まあ、できなかったので、じゃ慣れなかった男としてあの、ちゃんとご挨拶をして、やっぱ今まで770名の方があの、ね、僕も顔も本当、会ったこともない770名の方が入れてくださったので、はい、そこはちゃんとお礼しなきゃなということで、ちゃ、はいうん、んとじゃあ動画に上げて、ちゃんとご挨拶しようということで、させていたただきました、はい、いや素晴らしいですね、本当に大きなチャレンジで。ね そうですねそれをするまでにこう一番なんか伝えたいメッセージって何だったんですかそうですね、やっぱり生まれて、えー、とこの生きていく中で大事なのが、やっぱチャレンジじゃないかなと、そして何よりも経験することが、一番僕らの宝物になるんじゃないかなって思ってて、まあそれもがんの,の時なんですけども。 僕はさっき放射線治療に毎日同じ時間にあの通ってたんですけど、病院に。その時に必ずあのすれ違う,こう小児がんの男の子がいたんですね。あもう本当に8歳とか5、6歳とかかな、なんか10歳ぐらいの男の子がいて、でもやっぱ抗がん剤で放射線治療でああのもう髪の毛とかも全くなくて、で自分1人で歩けなくてでこう、よたよた歩いてるんですけど、看護師さんに支えながら。でもあのあ 毎回笑顔なんですよ。で、そして看護師さんに、ありがとねとかって、こう言っていて、で、僕はもう、なんかそれを見た瞬間に、自分に絶望したんですよ。だから僕はずっと、なんで俺がこんな目に遭うんだと。ずっとこう、なんて、世の中を恨んでたんですよ、周りの人とか。他にも悪いやついっぱいいるじゃねえかよと。なんで俺健康にこうやって真面目に生きてきてるのに。 なんで俺だけこんなことになるんだってずっと思ってて。で、そんなこうひねくれた30の男がこう毎日通ってる中、あのこう、一方ですれ違う人は、あ、すれ違うこの10歳の男の子は、その僕よりもひどい状況なのに、笑顔で周りに感謝して、で、今生きるっていうことを一生懸命やってたんですよ。でそれを見て僕はもうなんか本当に情けなくなって、なんかこうやって、 ちちっちゃい僕らよりもちっちゃい子10歳とか本当にまだ成人になってない世の中まだ何も知らない子がこうやって一生懸命生きて周りに感謝をしながら生きているってなんかすごいなと思ったんですよ。そして今生きてるよ全世界の、まあ、僕がその当時思持っていた大人はくだらないなと思ったんですよ。チャレンジもせずに自分が安全なとこから吠えてチャレンジしている人を叩いて。 感謝もせず、現状に不満を言って、それで一日が終わる、酒飲んで終わる、なんかそんなクソくらいな人生を送ってる大人がバカだなと思ったんですよ、正直。で、その中には僕も含まれてたんですよ。僕もバカな大人だったんですよ。<laughs> だから僕は、じゃあそのバカな大人は代表だったけども、今からでも僕は変わって、この子のように笑顔で毎日一日一瞬一瞬を 大切に生きれるように、生きていこうって誓って、そこから、こう今がある感じですね。はい。ありがとうございます。ね、それが本当に、むしろ心理学に、こう、つながっていくんですね。そうですね。そこから、はい、僕はそういう。他の心理学とかっていう、その知識とかではなくて、生きた経験と、その知識を合体させて。ね、発信できたらなと思ってます。はい。ありがとうございます。はい。 最後に、あの一言、うん、この動画を見ている方にメッセージをいただき、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、今日は最後まで見ていただき、ありがとうございました。本当に、あの、皆さんもいろんなことで悩んで、そしてつらい思いをして生きていると思います。特にこういうね、あの動画を見てくださってる方々っていうのは、あの自分の中でこう人生をもっとよりよくしようとか、世の中をよくしようとか。 そういう熱い気持ちの方がすごく多いと思います。けど、本当にそういう思えるだけで素晴らしいことだですし、ほかの,の方とは違うんです。だからそこを思えるだけでも、本当はね、素晴らしいし、すごいことなんだけども、どうしても何もできない自分に対して、イラついたりとか、自分を責めてしまったりとか、ヒゲしたりとかしてしまうと思うんですが、そういうことをやめずに、まずは、この動画を見て、こういう方々の動画を見て、よし、やってみようとか。 自分の人生変えてみようとか、だからそう思えるようになった自分っていうのをまず褒めてから、あの第一歩、小さな一歩でいいんでね、あのいきなりこう市議会に一斉にチャレンジしようとか、そういうことではなく、あのいつも飲んでるお茶を違う銘柄に変えるとか、いつも行ってる、いくつもの通勤路を違うところに変えてみるとか、だからそういう小さなチャレンジでいいので、やっていただけると、人生が少しずつ変わってくると思いますので、ぜひ楽しみながらチャレンジをしてみてください。 はい今日は素敵な貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。じゃあ、吉尾さんに関しての,の SNS とかはあの、はい、概要欄に書いておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい。はい、ありがとうございます。はい